本日は東京2020パラリンピック競技大会車いすラグビー日本代表メダリスト記者会見にご出席いただき誠にありがとうございます記者会見後の囲み取材はございませんのでご質問は会見中にお願いいたします初めに登壇者ご紹介いたします前列右からワー・ケビンヘッドコーチ池幸伸選手 池崎大輔選手、今井智明選手、小川人志選手、倉橋佳江選手、島川真一選手、後列右から中町俊也選手、森松誠也選手、羽賀正幸選手。 橋本勝也選手長谷川祐希選手若松秀文選手以上の13名ですそれでは初めにメダルを獲得されて一夜明けたご感想を一言ずついただきますそれではオアケビンヘッドコーチからお願いいたします On behalf of our team, we would like to thank Tokyo 2020 for hosting these games and the people of Japan for supporting us. We are very proud of our bronze medal um, and we'd like to thank our supporters and sponsors for giving us this opportunity and we really appreciate it. <laughs> 日本の日本,に日本の皆様、国民の皆様のサポートもありがとうございました。まあ銅メダルという結果で、あの非常に誇りに思っています。えっ、ー、とそうですねスス。スポンサーの皆様はじめ関係者の皆様本当にありがとうございました。はい、ヘッドコーチありがとうございました。続きまして池選手お願いいたします。はい、えー、目標の金メダルに届かなかった悔しさと。えー 日本中で、えー、熱いエールを送ってくださった皆様に何とか形として銅メダルを取れたことが、えー、少しほっとしているところであります、えー、開催にあたりさまざまな、えー、困難がありましたけれどもこうやって、えー、無事に開催され一つ結果を残したことはさら、えー、に未来につながっていく一歩なのかなと 思っていますさらに歩みを前進していけるようにこれからまた引き締めてやっていかなければいけないなと思いました、えー、この度め本当にありがとうございますはいありがとうございました続きまして池崎選手お願いいたします <coughs> やっぱり自分たちの目標には届かなかった悔しさっていうのは正直今でも残っております でもこれが今自分たちの力なんだなという,いうことを思い知らされたでも必ず3位、4位決定戦は勝ってメダルを取って帰ろうとチーム一丸となって決めた結果でしっかりメダルを獲得,獲得できたことはすごく嬉しかったというのが正直な気持ちですでも、悔しさの残る大会ではありましたでも、この大会もたくさんの困難を乗り越えて たくさんの人の力と努力と理解とていうことで開催できた、まあ、その舞台に自分たちが立ちたということは本当に幸せなことでその輝ける舞台で自分たちがしっかり輝ける姿をたくさんの人に見せれた,ら見せれたのかなというふうに思ってます、まあ、この大会を通じてこれからパラスポーツまたあの車椅子ラグビーの普及と発展というところにつなげていけるようにまたこれからさらに頑張っていきたいなと思います。 よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続いて今井選手お願いいたします。はい、えー、まずこの大会を開催できたことあの、それに感謝しております。この日を迎えられたということは、あのさまざまな方のサポートがあったおかげだと思っています。この日を迎えてやはり悔しさ半分、嬉しさ半分。 やはり目標だった金メダルというのは届かなかったので銅メダルというところであの3位決定戦で全ての力を出して最高のプレーを見せることができたと思っていますその最高のプレーを開催していただいたさまざまサポートしていただいた方に見せること感謝の気持ちを伝えることで日本中でやはり応援してくれた皆さんに伝えられたことが嬉しく思っています。 メダル以上に、そのことが嬉しいなと、今感じております。本当に、皆さん応援ありがとうございました。ありがとうございました。続いて小川選手、お願いいたします。はい、えー、まず応援してくださった方。で、この大会に関係してくださった皆様に感謝します。ありがとうございます。えっと、僕自身初めてのパラリンピックで、えっと、不安もあり。 体の状態もベストではなかったですけどもケビン・オワ監督に与えられた仕事をしっかりはっきりしたと思いそこは自信につながるんですけれどもその反面世界のローポインターのレベルの高さを知った大会でもあるのでこの悔しさをパ,パリパラリンピックでは必ず金メダルを取りたいと思います。皆様ありがとうございました はいありがとうございました続きまして倉橋選手お願いいたしますはいえっ、ー、とまずこのような状況の中でこう大会を開催していただけたことで自分たちがこのパラリンピックという舞台でプレーすることができたのでそこにすごく感謝しています、えー、結果としては目標としていた金メダルではなく銅メダルでしたけどでもチーム一丸となって戦えたことや あと自分自身この初めてのパラリンピックを全力で楽しむことができました。それもすべて支えてくれた皆さんのおかげだなって感謝しています。えー、本当にありがとうございました。ありがとうございました。続きまして島川選手お願いいたします。えー、まずあのこの大会を開催するために尽力いただいた皆さんありがとうございました。 目標としていた金メダルには届きませんでしたが、えーまあ、すごい悔しい思いもまだ残っていますが形として、えー、銅メダルという形で終われたことは良かったと思います三池、えー、決定戦もチーム一丸となって戦えた結果だと思いますまた、えーまあ、家族一番は家族なんですけど、まあ、家族をはじめみんないろんな方々にサポートされながら 進んできた5年間でしたまた、えー、次回金メダルをしっかり取って帰れるようにまたこれから3年間前を向いて進んでいきたいと思います応援ありがとうございましたありがとうございました続いて中町選手お願いいたしますはい、えー、チームとしても目標にしていた金メダルというところには届かなかったっていうまあ悔しい気持ちと 個人としてもコートに立つっていうことがあまりできなくて個人的にもとても悔しい気持ちが残る、まあ、銅メダルとなったんですけどこの悔しい気持ちをパリのパラリンピックに向けてしっかり3年間努力を重ねて次はチームの主力としてチームのチームに貢献できるようにこれから頑張っていきたいというふうふに思います。 ですが、このまあ、銅メダルっていう。結果を。まあ、喜んでくれる。方々もいるので、そういった。方には、まあ、胸を張って、この銅メダルを見せたいなというふうに思います。皆さん、応援ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、則松選手、お願いします。はい。えー、まあ、今回も準決勝で、あの、負けてしまって。 まあ、リオと同じ結果になってしまって、まあ、僕自身は、まあ、銅メダルを目指してこの昨日の試合取り組んで、まあ、どういう気持ちになるか分からなかったんですけど、まあ、でも自分が思っていたよりも嬉しくてやっぱりこのパラリンピックでメダルを獲得するということの偉大さというか 価値ってていうものを改めて考えさせられた大会になりましたまた次回のパリは金メダルをもちろん目指すんですけどまた人としても一回りも二回りも成長してまた最高のメンバーで戦えたらなと思いますと今回は本当にたくさんの応援をありがとうございましたありがとうございました。 続いいいては羽賀選手お願いいたします。はいえーとまあ、試合中はあの試合のことだけしか考えられなかったんですけども、試合前だったりとか試合が終わった後だったりとか、えー、たくさんの方の支えがあって、えー、また僕たちの,この困難な状況の中で僕たちの知らないところで、えー、たくさんの方が尽力してくださって えー、たくさんの方の理解があってこの大会ができたんだなっていうのを実感して本当に感謝の気持ちでいっぱいです、えー。目標としていた金メダルは取れなかったんですけども、あのー、まあ銅メダルそんな中でこの困難な状況の中で銅メダルを取れたっていうことは、えー、本当に良かったなっていうのと安心した気持ちがあります。えー、まああの昨日 G.B. の金メダルを取った G.B. の選手に。 えー、会ったんですけどもやっぱり上下の顔して本当にいいなっていうふうに思った大会でありましたまた、えー、と次の大会ではその GB のように僕たちが笑えるようにしたいなと思っています、えー、今回本当にありがとうございましたありがとうございました続いて続いて橋本選手お願いいたしますはいえー 今大会はチームとしても個人としてもとても悔しい大会ではあったんですけれども最後の試合勝って終わることができてとてもほっとしています目標としていた金メダルに届かずまして個人の目標としても勝利に貢献することができず今までで一番悔しい試合ではあったんですけれどもこの悔しい思いをパリ大会に向けてトレーニングに励んで また今まで支えてくださった家族であったりチームスタッフの皆さんたくさんの方々に支えられてきてここまで来れているので今後も感謝の意を持ちながらトレーニングに励み次の大会では嬉れし涙を流して大会を終えられるように頑張っていきたいなと思っていままます応援あありりががととううごござざいいいいいしししたたた続いて長谷川選手お願いいたします。 僕自身初出場、初メダルというまあ華やかな言葉ではありますがやはりチームとして目標としていたものが取れなかったという実力不足のほうがやっぱり悔しさの方が勝っていますあの次、パリに向けてあの次はルーキー若手ではなくパラリンピアンメダリストとしてまた挑戦していきたいなと思っていますあの応援してくださったサポーターの皆様 ボランティアの方、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございましたで。最後に和歌山選手、お願いいたします。えまずは、えー、このような状況の中で、えー、大会を開催してくださった、えー、関係者の方々、本当にありがとうございます。えー、そのおかげで、僕たちアスリートは、えー、最大限に、あその 実力をを発揮する場を与えられたこと本当に感謝いたします、えー、本当に結果としては、えー、金メダルを目指していた中で、えー、悔しい結果とはなりましたが、えー、この最高のチームで、えー、あの最後、えー、しっかりとあの最高の形で、えー、ゲームをして今まで支えてくださった方々に、えー、最高の試合を見ていただけたことはすごく嬉しいことだと思います。えー <laughs> 今後またこう車いすラグビーであったりとかパラスポーツの魅力に気付いてくださった方々に今後もしっかりと応援していただけるようなプレーであったり行動を見ていただきたく思いますのでこれからも応援よろしくお願いしまますははいいいありりがとうございましたそれではこれでこより質疑応答を行います。 ご質問の際は挙手いただきましてご所属、お名前またどちらの選手への質問かを明らかにされた上でご質問をお願いいたしますスタッフがマイク持って伺いますのでご着席のままお待ちくださいまた競技および選手本人に関する内容以外の質問はご遠慮くださいオンラインのご参加の方はズームの QA 欄からご質問をお送りくださいそれではまず初めに代表質問から1問お願いいたします すいません後方から失礼します代表質問を務めさせていただきますテレビ朝日の高橋と申します、えっと、チームを代表してキャプテンの池選手にお話を伺えればと思うんですけれどもあの皆さん悔しいという言葉がある中であの今大会のこのメダルというのはこれからの日本代表チームにとってどのようにつながっていくどういう意味を持つメダルとなったかというところを教えていただければと思います。 はいえー、今大会の銅メダルについてはですね、まあ、自分たちの今の現在地というものを、えー、知らされた大会ではありました、えー、自分たちは金メダルが取れるかもしれないチームだったというところだとは思います、えー、アメリカにしてもイギリスにしても日本にしても、えー、勝敗はいっぱい全チームがしています、えー、世界トップレベルが拮抗する中で、えー、この杯っとい,いうものを本当に小さな差のように見えても、えー、この大会への、えー 細やかな、えー、綿密なこう準備というかそういったものの少しの差がこう大きな、えー、金メダル、銀メダル銅メダルというような差につながったことだと思います、えー、この差はやっぱり悔しさとして自分たちのこの財産にもなりますしこの悔しさが、えー、今ここに立てていないメンバーもさらに奮起して、えー、次金メダル取るぞっていう、えー、そういう風とあと、えー 金メダルで終わって周りの人たちがおすごかったねよかったねっていうところではなくもうちょっとだったね惜しかったねもっと応援したいなって思えるような試合が最後にできたことこれが本当にまあ自分たちに今、一番似合う色だしそういうチームだったんだってまだここなんだっていうところを再認識した銅メダルでした、はい、ありがとうございました。 それではご来場の皆様よりご質問をお受けできればと思います。ご質問のある方、挙手をお願いいたします。はい、少しお時間を…あ、はい、では前の記者の方お願いします。はい、えー、フリーランスの佐々木正昭と申します、えー。銅メダルおめでとうございます。えー、大会が終わりました、えー。それぞれ皆さんの自分へのご褒美をお聞きしたいと思います。 え先ほど中川選手ロレックスの時計焼肉ということをえおっしゃっていました、えー、倉橋選手甘いものは我慢しませんでしょうか、えー、島川選手先ほど家族のことも言いました、えー、何か銅メダルにかなうような自分へのご褒美教えていただければと思います監督にもお願いしますそれぞれ全員に聞きたいと思いますはいそれでは監督から、えっと、こっちからいきましょうか I have no big prize that I'd like to to have, but uh, just spending time with these guys um, has been uh, it's been a treat. You know, um, I'll probably go out for some great Japanese food. I, I love yakiniku. Um, I love sukiyaki. <laughs> I like to eat, <laughs> but uh, really, just anything I can do and enjoy it with these guys um, is really um, would be a treat for me. 特に大きなご褒美っていうことではないんですがチームのこっちにこのさんいる選手たちと過ごす時間が自分にとっては本当にご褒美ですご褒美だと思ってますもちろん好きな日本食焼肉すき焼きは大好きなんですけども日本にチームメートと一緒に過ごす時間が何よりも自分にとっては宝物取りご褒美だというふうに思ってます はい、いありがとうございました。池,池選手、いかがでしょうかそうですね、まあ、この競技、えー、上を突き詰めていこうと思うとやっぱり自由な時間がほとんどなくなってくるので、まあ、そのほとんどの時間を失わせてしまった、まあ、家族のやりたいことを、まあ、自分が一緒に。 あの叶えらられたらないいう思いがあります例えば、まあえー、家族でキャンプに行ったりだとかあと、まあえー、応援してくれた、えーまあ、小学校からずっとあの友人たちとちょっと顔を合わせて話をしたいなって思いますあとはちょっと自分の愛車のちょっとこうお化粧というか。あの <laughs> 整形手術をしてあの自分の愛車をちょっと磨きをかけたいなっていうふうにちょっと思っていますね。ななんだかんだ考えたらいろいろいっぱい出てきてもっともっと出てきそうなんでそろそろ池崎さんにはいありがとうございました池崎選手お願いいたしますはいあのまあ僕は逆になんかご褒美っていうものを なんかするっていう気持ちには正直今なれなくて、逆にその、なんか、自分を応援してくれた人たちに。逆に、ご褒美として何か、してあげたいなっていうふうに、思ってます。まあ、でも、今一番食べたいのは、焼肉、お寿司、ラーメン。ちゃんとお店で美味しいものを食べたいな、それが今。自分にとっての、ご褒美かなと、思ってます。はい、ありがとうございました。続いて、今井選手、お願いいたします。 はいえーまあ、正直、ちょっとゆっくりしたいなというところはあります、あとはやっぱり応援してくれた仲間たちに会って感謝の気持ちを伝えたいなと思ってますあとはまあ僕も焼肉食べたいなと思ってますし、えー、車もご褒美で何か買えたらいいなと思ってますで、あとは昨日食べたカップラーメンが一番うまかったです <laughs> ありがとうございます。 はいありがとうございました。続いて小川選手いかがでしょうか。はい、えー、まず僕自身には僕ホルモンが大好きなのでホルモンを山ほど食べたいと思います。あとまあ支えてくれた家族まあこの東京に向けて家を練習で空ける時間が多かったのでまあ一緒に過ごす時間まあ旅行とかは行けないんですけども公園とかで 子供と一緒に遊びたいと思いますで、僕も車をお化粧するのが好きなので奥さんに銅メダルをかけながらそっとお願いしたいと思います以上ですはい、ありがとうございました続いて倉橋選手いかがでしょうかはい えーですかね、旅行が好きなので、まあ、この状況でまだなかなか難しいことはあるんですけどでも旅行に行けたらなって友人や家族とかと、はい、なんかゆっくり過ごしたいなというふうには思ってます甘いものというよりもなんか貝とかもずくとかそういうのが好きなのでそれをいっぱい食べて食べれるようなところに遊びに行きたいですあとはもう木のカップラーメン食べて、はい、もう満足です。 はい、はい、ありがとうございました。島川選手いかがでしょうか。はい、えー、僕はまあ自分にはあの昨日の夜食堂であの本当に試合中とか練習中食べないような好きなもんばっかり食べてもう満足してます。だからあ,の、まあこの五年間アメリカにアメリカでプレーした期間も含めてちょっと家族と一緒にいれる時間が 少なかったので、まずは家族に、えー、ちょっと娘にあのメダル取ったらディズニーランド行くっていうのを言ったので、あのずっとこの何ヶ月間か、パパ、金メダル取ったよねってあの家でプレッシャーをかけ続けられてました、<laughs> まあ金メダルではなかったんですが、まあ、ゆっくりあの家族で遊びに行ったり、まあ、ちょっと涼しくなったら、まあ、状況も落ち着けば温泉とかにも行きたいと思っています。あとは やっぱり僕も車、まあ運転が主に好きなので、またちょっとロングドライブして、まあ熊本の実家にでも帰れればなと思ってます。はい、ありがとうございました。えでは中町選手いかがでしょうか。はい。ですね、まあ今まで、えー、池崎さんにたくさん焼肉に伝えてってもらって、はい、ここまで強くなれたんで、はい、えー、この後、 今までで一番いい焼肉屋に池崎さんに連れてってもらって、えー、美味しい肉食べたいというふうに思います。お願いします。<laughs> ありがとうございました。ではのりまつ選手いかがでしょうか。僕はまだ池崎さんに焼肉連れて行ってもらったことないので、あの一緒に行きたいなと思います。<laughs> はいありがとうございました。続いて羽賀選手いかがでしょうか。 はいえー、と僕は焼肉ではないですが、えー、と何回か池崎さんには連れて行ってもらってるんですけど本当に何も考えてなくて今はちょっとこの時間で考えてたんですけど、えーとそうですね、やっぱりあの大切な人と過ごす時間が長くなればいいなと思っています、えー、と僕もあの車好きなんですけど、えー、来月、車検なのでまずはそこを通してあげたいなと思っています。 はい、ありがとうございました。続いて橋本選手お伺いします、えー。僕も池崎さんには焼肉を奢ってもらったことがあるんですけど、お寿司を奢ってもらったことがまだないので大好きなお寿司を奢ってもらいたいなと思います。えー、またそうですね、えー、寝ることがすごい好きなので久しぶりにたくさん寝たいなと思っています。ありがとうございました。では長谷川選手いかがでしょうか。 自分は遠征とかにあまりみんなで行った回数が少なくてちょっと集団生活の厳しさというものを感じまして今回あの帰ったら自分にぴったりの枕を作ってしっかり寝れるような準備をしたいと思っていまますはいいいありがとうござししたでは和歌山選手にもお伺いします。 そうですねまず、えー、伝えたいことが一つ、今日誕生日のメンバーいるので、えー、まず、春夜、ハッピーバースデー、これだけ伝えたかったです、あとはですね、えー、まあ僕も大切な方がいるので、えー、その方に思いを伝えて、その方と、えー、一緒に過ごす時間が多く訪れれば、一番のご褒美になっています。ははい、はいいいいいあありりががととううごござざまますした、はい 池崎さん、あの後輩たちがかなりおごってほしいという、えー、コメントがありましたが、その最後を締めていただければ。あと和歌山選手、大切な人は誰ですか。お答えいただける範囲でお願いいたします。はい、あの僕からも質問でなんかハガ選手も大切な人っていうフレーズが出たんで、そこもちょっと聞きたいなと思うんですけど。まあおごってたっていうよりは、まあ自分なんかもそうやって。 ラグビーを始めた頃、すごいご馳走していただいてやっぱ成長できて、まあ、してもらったことをやっぱり怖いにしてあげたいただご馳走するだけじゃなく肉をたらふく食って強くなる自分たちは体をやっぱり鍛える、まあ、肉には肉をっていうので練習後には焼肉これは食トレだぞと。 いう意味を込を込込めめてて期待たくさん食べてもらいに連れてきました、まあ、その中にもちろん今井選手もいましたし、まあ、焼肉を焼くプロでもあるので、まあ、これからもあのみんなでトレーニングしながら食トりをしながらあの心身ともに強くなっていければいいなと思っています。以上です まあその中で本当に期待を込めてますよ。期待があるからこそすることなんで、期待しない人にはしないです。あとちょっとセアはちょっと遠いからちょっと一緒には行けないですけども、いつか機会があれば必ず連れていく約束をいたします。はい、以上です。ありがとうございました。では岡山選手、もしお答えいただける範囲で、はいお願いいたします。ええー、そうですね、まあ。 あの名前はあえては言いませんが、えー、きっと、えー、僕たちの試合をですね毎日家でハラハラドキドキしながら待っている方がいるのではいもうズバリその方ですはいありがとうございましたでは続いての質問いかがでしょうかそれではオンラインからの質問一つ読み上げさせていただきます えー、熊本日日新聞川北様、えー、からです、えー、5大会連続出場の島川選手にお伺いします日本と世界との差は縮まってきているとお感じでしょうかまたパリで金メダルを取るためにチームとして高めなければいけない部分どのあたりだと思われますかということですでは島川選手お願いいたしますはい、えー、まあ世界との差は 縮まっていると思います今回ちょっと、えー、まあ三位というところで終わりましたが、まあ、継続してチームはまた強化していくともし個々のスキルも上げていくことでまた、えー、パリで金メダルを目指していきたいと思いますはいありがとうございましたえー、続きまして、えー、静岡新聞市川記者から ご質問です和歌山選手へご質問ですということで、パリへの意気込みを一言お願いいたしますということですが、できますか、えーまあ、意気込みという形になるかはわからないんですけど、まあ、僕も、えーまあ、この後、えーまあ、まだ3年もあるので、いろいろ考えてやっていかなきゃいけない部分もあるとは思うので、まあ、そのパリへという形には、直接的にはコメントはできませんが、 さまざまな形でこの競技も続けていきたいですし、えー、まあその先にそのパリがあるのであれば、えー、改めて金メダルを目指して進んでいこうと思います。ありがとうございました。はい、続いてご質問いかがでしょうか。はい、では前列の方お願いいたします。 NHK の金沢と言いますお疲れ様でしたあの池崎さんに伺いたいんですけれども、この東京に向けてきたこの5年間がどんなものだったのかっていうのと、その次のパリに向けた3年間をどういうふうにしていきたいのかというのを教えてもらえないでしょうかでは池崎選手、お願いいいたしまますはあ、い、あの、まあ、コロナ禍で1年伸びて5年間ということだったんですけれども、まあ,あの5年間っていう 期間っていいううのは今思えば長いようで短いでもその5年間の思いをこの5日間にぶつけるっていう、まあ、そういうすごく長い期間をいろんな困難がありながらこのチームと過ごした時間また個々のトレーニングした時間またちょっと車椅子ラグビーっていうものを優先にしてやってきたっていう、まあ、そういうところで。 たくさん大変な思いもしましたまたあの、まあ、北海道からこっちに移住して、まあ、こっちに拠点を移しながらも少しでも車いすラグビー日本代表の集まる拠点である関東みんなと一緒に練習をしてもっとコミュニケーションを取ってやっていこう、まあ、いろんなことに環境の変化をつけてやってまいりました。まあ、その中で まあ金を取るっていう目標ではあったんですけどもまあそこに届かなかったっていうのはまあ自分たちの力不足だったのかなっていうふうに思ってもいますけどもでも、自分たちの力はまだまだ足りないまた、まだまだ力をつけることができるチーム可能性は無限大に秘めているチームだと思ってます5年間という期間 すごくいろんな人に支えられながら迷惑かけながら支えられながらやってきたっていうまあそういう思いしかなくて正直楽しいこと嬉しいことほとんどなかったですまあそういう思いがあるからこそこの結果にはやっぱり満足できず悔しい思いしか残らないでも勝って銅メダルを取った ということは、一つ形に残せるものその形に残したものをたくさんの人に伝えてこれからのパワーアップスポーツ車椅子ラグビーの普及につなげていきたいなと思ってますで、これからパリ、まあ、3年後ありますけども、まあ、まずは僕の中ではあの、まあ、自分自身を見つめ直そうかなと今の自分はどうなのかと。 ここから先どうすればもっともっと強くなれるのかうまくなれるのか自分はチームのために何ができるのか、まあ、そういうことをしっかりまずは考えてそこからまた新たなスタートを切っていきたいなと思っています。 もう少しだけお伺いできればと思いますはい。ではオンラインからの質問を、えー、読ませていただきます福島民放社亀山記者からです、えー、橋本選手にお伺いします、えー、最年少として、えー、今大会を通じて先輩たちの戦いぶりから、えー、感じたことどのようなことだったでしょうかということですいかがでしょうかはい、えー。そうですね え僕自身最年少でえ今大会出場してえーハイポインター世界のハイポインター3人がえ日本に湧いてうんまあ一試合一試合の本当に大切さえ負けられない戦いが本当にあるんだなっていう風にすごい感じましたしえ一個一個のプレーを本当にえ気を抜かずに最後まで集中を切らさずにえやらなければならない。 えー、そして、そこには、えー、すごい大きな、えー、プレッシャーもかかっていますし、えー、本当に覚悟がすごい、えー、大切なんだなというふうに感じました僕自身、まだまだ未熟、えー、な部分はあるんですけれども、えー、少しでも早くハイポインター3人に追いつき追い越せるように、えー、トレーニングを積んでいきたいなと思っています、はい、ありがとうございました。 はい、ではオンラインからもう一問、質問を、えー、読ませていただきます。えー、時事通信沖縄記者からです、えー。倉橋選手にお伺いします、えー。これから車いすラグビーをやってみたいという女性の方たちへのメッセージがありましたらお願いいたしますということです。それではお願いいたします。はい、えー、そうですね。 もう女,性プレー女性選手が増えてほしいなという思いはすごくあって、まあ、この車椅子ラグビーって競技友達にもこう同じような障害のこのやろうよと言っても怖いと言われるので、まあ、実際、1回乗ってこのぶつかって楽しいでみたいなところを感じてもらいたいなってそういう体験というか一緒にラグビーできる機会が増やせればそういう機会ができればいいなって 思ってますぜひみんなでこの車椅子ラグビーの女子だけの大会をしたいなって思ってるのでラグビーやりましょうはいありがとうございましたはいそれではこちらです次応答終了とさせていただきますはい今一番手前の中央ですはいでは挙手お願いいたします はいありがとうございます。はい、はい はいありがとうございます以上をもちまして、えー、記者会見終了とさせていただきます選手の皆さんヘッドコーチご好談ください改めて銅メダル獲得おめでとうございました皆様拍手でお送りください